クッキー&ナナチャンネル。耳壊れます。どこマジで。は？やっぱスポナーあったじゃん、もうほら言った。まあ、言った通りだ、やっぱり。溜まりすぎ、溜まりすぎ。やばいやばいやばい。何体いんのこれ。いった。お前、早い早い早い。いすぎ、いすぎ、尋常じゃない。まず、松明、松明。はい、もうスポーナー発見しちゃったよ、もう。やっぱり言った。あ、もう、僕分かったですよ、もう。音がやばい。マジで。はい、開けましょう。名札、待って、これ。金床作っ、まだゾンビをする。金床作った。なんかゾンビ音がする。大丈夫か。お、すげえ。ダイヤモンドの、ま、待ってくれ。スイカ、栽培、栽培するか。ちょっと、あ、骨はありがたい。骨はありがたいぞ。パンはいらないな。できますか？せーの。うっ、宝釣りか。まあまあまあ、骨はね、金のリングもありがたい。水の瓶あげる。まあ、宝釣りには置いとくか。まあ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 、こんなもんすよね。はい。こんな感じかな。はい。火薬はまあまあいいか。まあいいか、こんな感じで。はい。置いてくものないね。くしゃってに、あ、これだけ持ってっか。はい、まさかね、スポーナー、ちょっと待って。座標。まあでも、特にな、まあ、トラップ作るか、まさか。いやまあ、まあ新しいね、ワールドの方でやっていくんで。まあ極力、ここは、ねえ、やんない感じなんですけど。まさかの、まさかの発見してしまいましたね。はい。もうはい、もう本題ずれてる。帰りましょう、早く。やっぱいたなぁ。あんだけいると思わなかったけど、めっちゃいた。え？え？なんでか、え、なんで？え、廃校？違うよね。え、でもなんか、え？え、廃校じゃないね。いますか？廃、え？違うか。あ、下説ある。危ない危ない。この掘り方危ない。え？何これ？何これ？どういうこと？まあいいや。問題とずれすぎ。めっちゃゾンビ音するけど、もういいや。もう一個スポナーあっても別にいらない。しかもまたゾンビの音だしな。向こうめっちゃ見やす。まさか、スポナーあると思わなかった。いやーびっくりだわ。ちょっともう。待って、あまりにも動画長くないやつだ、これまた。あんま僕動画長くしたくない人なんですけど、まあ皆さんちょっとアンケート作るかな。まあコメント欄の方に書いてほしいんですけど、動画何分くらいがいいですかね、適切な時間。まあ、基本ね、僕はね、8分、8分を少ないか10分くらい行きたいと思ってるんですけど、まあ、多分この動画だとこのままね、聞くとね、20分とかね、なっちゃうんで。まあ、ちょっとネザーだけ回収しましょうかね、今日は。で、次回、ちょっと、ソウルサンドと、ネザー石英ゲットして、で、ちょっと、ソウルサンドとかね、ゲットして、作っていこうと思います。やばいやばい。襲撃イベントだ。寝た方がいいな、これ。寝ましょう。あっち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 。あ、もう。まあね、まあ、いいかね、寝て。はい。じゃあ、ちょっと寝て、はい。さあ、どこに作りましょうかね。これちょっと大事というか、まあ、まあ、ここ。あ、何、どうした？何の音だ、今。ここかな？
てか待って、火つけるやつなくね、そういえば。チャッカーマンがなくない？しかもやり方合ってるっけ、俺。久々すぎてわかんないんだけど。確かこれで合ってるはず。これで合ってるっけな。多分これで合ってる。待って、火打ち石ってどうやって作るの？火打ち石というか。今日着火させたいな、せめて。これか。火打ち石と鉄。火打ち石持ってるよね、多分。持ってなかったら砂利をやるだけ、砂利1個しかねえし。砂利鉄インゴット1個あればいいでしょ。石とか多いな。もう持ちすぎでしょ。いろいろスイカ、もしかダイヤモンドコース6個もゲットするとは。マフだ。金のリンゴどこだ。金のリンゴ下か。ちょっとやってみますか。どう、確かに、あ、そうだ、ここに用意したんだ。頑張って今集めてます。これね、骨はね、骨集めてコップにしたらね、作ることができるようになるので、うん、これ置いて、あと、なんだっけ、砂利か。これシルクタッチじゃ意味ないんだよな、確か。あ、これシルクタッチじゃないからいいんだ。てか、さっきからなんかドランドの声が。やっぱいたか。これジャンプ切りできなくね？あ、できたわ。ちょっと待って。はい、もう早速出た。はい、1個。はい、これで打ち石を作って開通すれば OK と。はい、今日は開通式。ててててててて、謎の音楽。いや、違う。待って、違うとこにつけちゃった。よしよしよし。はい。無事、できましたね。次回、この中に行って、はい、ソウルサンドと、レーザー石をゲットしていこうと思います。ということで、今回この辺りで終わりにします。ぜひね、チャンネル登録と高評価をお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひね、次回も見てくださると嬉しいです。それでは、さよならー。